笹子駅は山梨県大月市笹子町黒野田にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO34。営業キロで東京から 100km を超える中央本線最初の駅である。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎とホームは地下通路で連絡している。かつては通過可能なスイッチバック式の構造を有していた。 その後の1966年12月12日、伏線化に伴って、スイッチバックは廃止され、下り列車目線で、上り25パーミルの勾配を持つ、本線上にホームを設ける形に改められた。スイッチバック施設の跡地を利用して2009年に、訓練施設、笹子トレーニングセンターが開設されている。大月駅管理の無人駅、乗車駅証明書発行機、 簡易水化改札機が設置されている。1日平均人員は、山梨県統計年間の数値を1年の日数で割って算出。笹子トンネル開通記念碑駅前に、甲府駅前、舞鶴城公園から移された、笹子トンネル開通記念碑がある。笹子峠の入り口にあるため、緑屋により、当駅の駅売り名物として存在した、笹子餅が販売されていた。 緑屋は、笹子持ちの箱に、中央線笹子駅構内営業の文字が印刷されており、2014年現在も笹子駅の構内販売業者ではあるが、1985年に駅は無人化され、構内に売店は存在しない。しかし、駅前に工場と販売所があり、笹子での購入は可能である。なお、2014年現在は、 書籍のような10個入りの紙箱での販売がほとんどで、駅売り時代の伝統を残す競技で包まれた5個入りは、販売箇所が限られている。笹子持ちの車内販売や駅構内売店などの外部、委託販売は2014年6月30日をもって、中止され、本店と工場及び笹市酒造でのみの販売となった。富士急バス。ありがとうございます。